こんにちは、ダノラと申します。なんか週一でウルトラシャイニーのボックス開けるのを定例になりつつあるんだけど、まあどうかな、今回でラストになるかもしれないし、ラストにならないかもしれない。これは今回お店で再入荷分があったので買ってきました。まあ結構、まあ今の撮影時点でなんですけど、お店の方でもウルトラシャイニーの再入荷分が潤沢にあるみたいで、まあ潤沢にってほどではないんですけど、結構余裕があるみたいなんで、まあ僕も今回その恩恵にあやかるべくということでね、一箱購入してまいりましたので、開けていきましょう。まあこのパックに関してはね、もうこれ以上何も語ることはないと思います。とにかく開ければ開けるだけ楽しい、みんなが幸せになれる箱ということで、まあ今回は何が出るかな、楽しみに開けていきましょう。いや、僕もこれでウルトラシャイニーのボックス開けるのは通算で4箱目ですかねぐらいになると思うんですけど、バラ買いは一切してないよ。てかバラ買いで売ってるとこ見たことないので4箱目になるんですけど、まあ未だに楽しみですからね開けても開けても楽しみが無限大に続く、まあ最高のパックっていうことで、これからも末永くお付き合いしていきたいなと思います。まあ手に入ったらね、これからなんか週1でウルトラシャイニーのボックス開けてたら秒で破産しそうなんだけど、じゃあ1パック目から開けていきましょう。一応まあ簡単に説明だけしておくと、今まで大会などで活躍した強力なカードがたくさん収録されているパックで、でなおかつ稀に色違いのカードも入っているっていうことで、まあかなり熱いパックになってます。いきましょう。下校頭ノコッチ、ラルトスと、はい、おー、ペローチェね。これは再録カードなんですけど、イラスト違います。これもなんかホワイトケルメとかその他の色のデッキでかなり使われるカードですよね。で、ディアンシーと、ディアンシーの色違い可愛いから欲しいんだよな。それから、おー、ネグロズマ黄昏の盾神 GX ね。これもイラスト違いで再録されてますね。まあめちゃくちゃ強いカードで、去年ウルトラサンとかで登場したカードで長らく再録されてなかったんですけど、めでたく再録と。で、1パックに1枚こういうミラーカードが入ってて、これがね、何かによっても結構そのパックがいいか悪いかみたいなのが左右されるんですけど、まあマウカルゴのミラーはめちゃくちゃかなり当たりの部類に入るんじゃないかな。まあ地ならしめちゃくちゃ強いですよね。で、バクガメスとルスワールですね。ヒートロトム。そういえばなんかこの話も何回目かわかんないけど、このウルトラシャインって絶対パックの後ろの1番目か2番目ぐらいにロトム系のカード入ってるんですよね。まあ、1パック目の開封結果からも分かる通り、1パック500円とはいえ、まあ、それをね、覆すほどの強力な収録内容になってるパックとなっております。アチャも、キルリア、モノズと、ほい！テッカグヤね。テッカグヤはイラストそのまんまなんだね。これ、あれですよね。レッグのカリスマで出てからそのまんまのイラストですよね。フェローチェは一応イラスト違いなんですけど、テッカグヤその後。出た。マーシャドの破れかぶれ。これの再録もされてるのか、それは。クソ熱いっすね。と、これマーシャドウパックだね。こっちもマーシャドウ GX、トータイプの方ですね。あ、そっか、原作ではゴーストと、ゴースト格闘タイプなのかな、確か。マーシャドウ GX パックみたいなのもあるんですね。次が、ルザミーネのミラーはいいですね、個人的に。出た、ビーストリング。とうとうノーマルで登場したビーストリング。それから、ミミッキ。これタイプシフトで、レスキュー単価も採用されてると。冷静にやばくないですか？これ500円って、ちょっと。数ヶ月前じゃ考えられないんですけど、みたいな話をね、ウルトラシャインに開けるたびにしてます。3パック目かな。開けていきます。よいしょ。今回 SSR がどの辺で来るかっすね。あ、この増えるたまたまは強い。今、アローラなしも強いですからね。コイル、テールの後、ほいほいおおちょっと待って、ちょっと待って、今のなし。ちょ待って、今のなし。いや、なしできないわ。うわ、やった、イエーイめちゃくちゃ嬉しい。出落ちってことではないけど、いや、まだ SSR 残ってるしな。待てよ、この箱がもしかしたら紙箱になる可能性が出てきたぞ。いや、もうこの時点で紙箱なんだけど。うわー、かっこいいなー。あ、言ってなかったっすね。白なの SR。うわー、嬉しい。これほんと嬉しい。うわー、めちゃくちゃ綺麗。これすごい嬉しい。しかも後ろにガブリアスとルカリオがいるっていうのもいいですよね。これ両方とも色違いなのかな。ルカリオは色違いなんですけど、ガブリアスの色違い分かりにくいんで、まあ一応両方色違いっていう、まあ認識でいいのかな。嬉しすぎる。涙出そう。で、ここのトレーナーズの SR の枠っていうのは GX は別なんで、さらにこのパックには GX が入ってるんですよ。やばくないっすか？おー、レックザ GX ね。なるほど。やば、いや、もうこのパック普通に1パックだけ仕事帰りとかに買って、これ、このパック引いたらマジで道端で発狂するだろうな。
火打ち石、神剣ウルトラスペースと、いやいいっすね、あの最高のスタートダッシュって感じ。じゃあ4パック目かな、開けていきましょう。あとはこのパックの SSR が何出るかっすね。 SSR はそうだな、別にもうほんと何でもいいんですよね。ベベノム、不思議だね、パチリス、これのパチリス の, あの再録はすごくいいですね。ほい、暁ネクロズマ、これもイラスト違いで再録されたカードですよね。で、タイプヌーと、お、ツンデツンデ GX、なるほど。あ、すげえ、ツリツリパチリスのミラーカード、と、ウソッキーのノーマルと、ラジュールね。おー、ミステリートレジャー、これの再録も嬉しいっすよね。じゃあ5パック目開けていきますか。あと SSR なんですけど、僕ちょっと個人的にメタグロス好きなんでね、あのメタグロス GX の色違い来たら嬉しいですけどね。ユニットエネルギー、コソクムシ、リオルと、ほい、あーマッシブンね、まあレア枠のマッシブン初めてかな。ノーマルのプリズムスター、おービーストエネルギープリズムスターね、はい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 。あ、この再録もやばいっすね、これ1枚3000ぐらいしてましたもんルガルガあれがマッシュルガンクメってか、いやービーストエネの、そうかそうか、そうか、サイログもいいですね。ルガルガン、レシラムのミラー、フロストロトム、絶対ロトム最後にあるんですよね。カルネとカラマネロ。このタイプシフトじゃないけど、イラスト違いのカラマネロも普通に3枚4枚揃えてデッキに採用したいで、したいんで嬉しいですよね。こっから後半戦かな。6パック目開けていきましょう。さあさあ、行きましょう。アローラ、ロコン、ジヘッド、リグダと、ほい、ガワマホクシーね。とルカリオ、これで波動予知のルカリオ、まあこれと合わせて使ってくるみたいな感じですかね。で、あ、レシラム6、そっかそっかそっか、このレシラムかっこいいよね。で、ミラーのアローラなし、あ、これ個人的に嬉しいんだけどな。ハブネーク、ウォーターメモリとグラジオ、なるほど。あと4パック、すごいね、ここまで SSR まだ来てないんだけど、あ、楽しみだな。あの後半に SSR 出るっていうのを、僕のボックス開封では初めてかも。マグマック、コスモガードのコスモックと不思議層とバシャーモ、ヒードラン、まだ来ないのか。お、マッシブン GX、 あーよかった嬉しい嬉しい。このイラスト違いのマッシブン、まだ僕ボックス開封でウルトラシャイニーから出てないんで嬉しかったです。 OK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  嬉しかったですね、過去形になってるけど嬉しいですね。よかった、このマッシブン1枚は欲しかったんですよねなんかポッコのミラー、お前なんか1週間か2週間前も出た覚えあるけどな。で、必ず一番後ろにいるロトムと。天眼座の再録はいいっすね、マギアナ。あと3パックかな。あ、すごいね。あと何出るだろう。リザードンの色違いもそのうち当てたいっすけどね。クイタラン、カラカラ、ケロム、そろそろ来るんじゃない？まだ来ないか。あ、ベベノムの色違い。かわいい。これかわいい。ちょっとピンボケした。これかわいいな。あ、てか、アーゴヨンの色違いも欲しいな。なんか、アーゴヨンの色違い、黄色と黒色っぽい色なんですけど、確か。あれめちゃくちゃ毒々しい色ですごい好きなんですよね。ベベノムの色違いかわいいな。うおちょっと待って、ちょっと待って。うわ、やべえ。完全に油断してた。うわ、マジか。え？いやー、あの、こういう紙箱が存在するんですね。あの、僕、今、自分自身の身をもって、あの、立証することができたわ。うわー、すげえ、ちょっと今日僕これマジで死ぬかもしれないな。やばくない？白な SR とさ、ゾロアク GX の色違い。やべえ。めちゃくちゃ嬉しい。嬉しいどころじゃない。多分、あれですね。一応11月入ってからの開封史上一番強いボックス引きましたね。いや、ウルネクの UR、あ、ネタバレした。あの、ウルネクの UR 出た時も嬉しかったですけど、今回それを超える嬉しさかもしれない。やばくない？あ、てか、そっか、色違いと、色違い GX が両方出る箱っていうのもあるんですね。アローラキューコン、黄昏ネクロズマ、アセロラ、フィールドブラート。あ、アローラシも出ましたね。なるほど、なるほど。じゃあまあ、ラスト2パック、心置きなく開けていきましょう。このさ、ここの画面右半分の強みがやばいよね。9パック目かな。いきます。多分この白なとかのそういう SR の枠が色違いのこのベベノムとかここの枠を食って出てくるんで、もう色違いのカードは出ないかな。ダグトリオ、イワンコ、HP70 ですね。エナジー進化優位に、ガブリアス再録。これも嬉しいです。電樹木。電樹木。あ、カウンターエネルギーのミラーいいっすね。これはかなり嬉しい。カウンターエネルギー全然今使うカードなんで。電磁もかわいそうなんでこっち置いとこう。
ルザミーネと、あ、エネクジの再録もいいですね、雪の音。じゃあ、ラスト1パック開けていきましょう。いやもう言うことないっすよ、マジで。この箱というか、そうですね、このウルトラシャインのボックスは。深まる若者も、まあいいかに、あ、サガムラね。はいはいはい。で、アレユータン、これの再録もいいですね。出た、暁ネクロズマ。黄昏とこの箱被ったね。その代わり、このパックあれだな。テテフもゾロアークもないですね。あ、ちょっと待ってくださいね。あ、すいません。暁ネクロと、月光頭のミラーかな。それからフライパン。あ、今しめの祠は出ましたね。で、最後にロトムと。というわけで、いやー、ちょっとウルトラシャインに開封史上、もう僕のね、僕の開封史上だけですけど、いや、最高の紙箱を引きましたね。シロナの SR と、ゾロアーク GX の色違い。絶対これ以上のボックス僕これから引かないと思うんだけどな。一応それ以外の色違いの枠としてはベベノムですね。これは最近ターニングポイントのアゴメ僕結構好んで使ってるので、それのデッキに入れてあげたいなと思います。なんかデッキに1枚だけ入れると特別感っていいですよね。まあただこの SR とか SSR の枠の引きがめちゃくちゃ強かった代わりといってはなんなんですけど、シロナ、グズマ、テテフ、ゾロアーク、この辺の汎用的なすごい強力な再録カードっていうのが1枚も出なかったですね。まあまあそういう意味ではある種バランスが取れたボックスであるのかなと、なんかそんな気はします。まあそういうわけで興奮冷めやらぬ中ではありますけども、今回のウルトラシャイニーの開封動画はこの辺で終わりたいなと思います。まあまた多分ウルトラシャイニー今後手に入りやすくなるとは思うので、今後もし入手する機会がありましたら、今度はグズマの SR とかね、その他にも他の色違いの、色違いのポケモン GX とか狙ってボックス開封していきたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは今回の開封動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。やったでおい。